これなんか洪水しとったしね、怖かった。ちょっと休憩しましょう。なんかあるかな。焼き鳥食べたい。焼き鳥今からカラスバーガー。ちょっと雨すごいんでカメラ置いていこうかな。今までこんな雨、旅行行ってて雨降ったことなかったのにね、うん、初めてよ。じゃあ行ってきます。戻ってきましたです。だいぶ雨やんできたね、うん、はい、はい、ナスが100円、トマト200円、いきなり団子を買ったので今から食べます。うん、あ、うまい。いきなり団子の味。なんでいきなり団子っていうの？いきなり作れるんだよ。いきなり誰か来たの。で、こう思ったけど、そうそう。うわ、いきなり、いきなり来たから。じゃあカラスで行きましょう。これすげえカラス着いたぜ。じゃあちょっとカラス城に行ってきましょうか。ニコちゃん、まあ、イケメンやな。こっちの人のこの動きに反応してますけど。カツラ小枝ですって顔。はい、マイゼル公園案内。結構歩くにはならない。結構やね。こっち行ってエレベーターはあるけど、エレベーターは有料と。ちょっと待って、なお。これすごいね。行くか、行けるか。うん、すごい石がね。こいつグミ食ってるわ、こんなところでも。よし、もう今日歩いてばっかりやわ。よし、すごい工事中やね、うん、城行く前にあっち行ってみようか。はい、はい、工事中だったんで上までは行きません。帰りはエレベーターで帰ります。ちょっと僕らには時間がないんでね。その100円、よし、じゃあ唐津城満喫っていうか、結構工事中だったんであんまり通り過ぎました。通り過ぎましたね。なんでじゃあ今から唐津バーガー行ってきます。はい、行ってきます。暑い、暑いね。お、ここが虹の松原じゃない？ここだ、ここ。ほら、よくわかんない。カラスバーガーついたぜ。これオレンジジュースはありますか？ちょっとね、とんでもないとこ止めちゃった。危ない。スペシャルバーガー、ハンエッグバーガー、ハムエッグバーガー、チーズバーガー、ハンバーガー。どうしよう。チーズバーガーにしよう。マジスペシャルじゃなくてどう？え？もうスペシャル行くよ。スペシャルバーガー、うん、スペシャルバーガー2つと、あとコーラ、うん、コーラ2つ、はい、以上です。はい、出しながらの美味しさを真心込めて焼きます。開けるね。鍵がない。鍵、ガーさんの体から鍵を探してくれ。ナボ。お待たせ。よっしゃ、食べようぜ。あ、すっげえ。おやば、ちょっと行けよ。なんかね、焼き具合がね、カリカリですごいって。うん、ほんとだ。めっちゃ美味しそう。すごい、レタス、ベーコンですね。なんかいろいろスペシャルやからいろいろ入ってるからね。どうですか？うまい。見てこの あれが。うん、ほら卵。え、本当だ。ちょっと卵が。
めっちゃいい匂いするね。なんか汚くなった。うまい。うまい、うまい。チーズ。チーズがいいね。ちょっと、歌舞伎みたいなのができるようになった今。歌舞伎して。はい、ごちそうさまでした、なごさん。ごちそうさまでした。美味しかったね。うん、ボリュームがね、今、よし、そろそろ帰んないといけない。で、ニキビを、じゃあ帰りましょうか。というわけで、帰る旅の佐賀編でした。佐賀さん。松原にはセミの声がしない。その昔、豊臣秀吉が西の松原を通った時、セミがうるさく鳴くので、秀吉がうるさいと怒鳴る以来、松原ではセミの声が絶えたといいます。